文字には書き手の内面が宿るものです。だから私は文字を読んで人を知るのが好きなんです。呼んだかい？はいはい、呼んだ？はいはい、ここだよ。Yeah.
バッチリ打ち合わせ通り頼みます。ま、暇つぶしにはなるかな。すっごい好機到来です。やるじゃねえか。バッチリ期待に応えてみせます。まだ終わりじゃねえぞ。嘘でしょ。逃げるつもりか。最初ひょっこうは洋蘭、予行は冥道。さあ、お落ち着いてまいりましょう。そこ絡め、さっさと退場してください。手厳しいね。んじゃ、そろそろ本気と行こうかな。はっ、残念でした。いいね、行きますよ。すっごい好機到来です。最終章の暗いださ。火を持って火を救う、私にしかできない芸当ね。綺麗さっぱり終わらせましょう。おりゃ、作戦成功。バッチリ計画通りでしたね。桜切り抜刀参る。明鏡止水、力がみなぎる。この程度か。神に、心身で、され、倒れ、絶好のチャンスよ。チームなぎ、参る。隊長、ブレンボちゃん、今よ。ひよぎ、せーの、暁なぎ、天中。勝利だな。だがまだできたはず。私も幸せを求めていたものさ。だが運命はそれを許しちゃくれなかった。誰も傷つけるつもりはないの。私はランプに悪いの。それはできない相談だ。君の存在を隠すよう頼まれてしまったのでね。隙あり。君は本当に変わらないの。これ以上手を焼かせないでくれ。この力久しいな。最後に目にしたのはいつだった。